ご視聴ありがとうございます。ワオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録お願いします。旅行映像シリーズ四国縦断編第3話、生口島での一人旅第3章のテーマは、生口島の瀬戸田町を散策します。まずは現在地の高山寺未来神の丘を降りて、生口島が日本一のレモンの島だとわかる旅をしてみようと思います。高山寺の外に出ました。今度は生口島に本店を構えるあるお店に行ってみようと思います。なんか違うところに来たのかなと思ったらこちらのようです。ここですね、島心さん。広島や尾道、厳島に支店があって、オーナーさんは関西の調理学校で修行されて、この生口島でお店を経営されているということです。テラス席見てみると、こんな風にレモンの形の椅子あって、おしゃれな雰囲気を味わうことができます。スタッフの方作業中みたいなので、今注文待ちしているところです。それでショーケースこんな感じです。ようやく焼きたてレモンケーキを購入。温めるとさらに美味しくなると教わったので、2分タイム。ここで尺の都合により倍速再生、さらに再生速度アップ。あまりのそそっかしさで笑いを誘いながらも、実際に食べてみると、外側はサクサクで中ふわふわで、温めたことでレモンの風味が口いっぱいに広がって、めちゃくちゃ美味しいです。それからレモンスカッシュ、よく見ると半分にカットしてあるレモンが入ってる、うまいです。島心の店員さんからお土産のパンフレットもいただきました。また機会があればネット通販を使ってみようかなと、心が揺れたような感じです。さて次の場所に行きたいと思います。今度は観光名所に軸足を置いて散策したいと思うんですけれども、やっぱり生口島ってレモンの島なんだなって思うものが、観光案内所の前に八朔とレモンがあります。で、今気がついたんですけど、高山寺というバス停ありました。あ、バス来た。先ほど来たバスは瀬戸田港に向かうものでした。となると、この格好で南に行く方法は原付使うしかなさそうですね。バイク屋さん見つけたんですけれど、インターホン鳴らしても繋がらないです。お店の方と連絡が取れました。ここ無人らしいんですけど、9時から18時までで8,800円。ちょっと手が届かない。別の方法を考えます。南側のレモンの谷ですとか見に行きたいんですけど、怪しくなってきましたよ。多々羅大橋まで 5.1 キロ。どうやって行こうか。すぐそこのレンタサイクル屋さんで話を聞くことができました。ショップカードもいただいてきました。どうにか南に行く三段は着きましたんで、どこかでご飯にしたいと思います。ちょうどいいところに島並ロマンさんというレストランありました。最初は普通の飲食店だと思い込み、券売機で買うみたいですね。支払い方法 ID クレジットも対応してるみたいです。今回海鮮丼と食後のアイスコーヒーでお昼ご飯にしようと思います。こんないいところで使っていいんですか。こんな広い席用意していただきました。いただきます。海鮮丼こんな感じで、お吸い物開けてみると、生口島の海の幸がふわっと匂い立つ感じがします。丼、温かい上にいろんな海の幸が乗ってます。卵を潰して表面をこんがり焼いたお刺身が美味しそう。
の旅を始めてちゃんとご飯をいただいている実感が湧きました。やっぱり瀬戸内のタコは歯触り食感すべて一級品です。アイスコーヒーいただきます。コーヒーを飲んでいる間に僕は予定を変える決断をしました。それはしまなみロマンさん、レンタサイクルも貸し出しをされているので、先ほどのお店の方には失礼なことをしてしまったなと思うんですけど、3時間コース契約して南側の方を向かってみようと思います。よろしくお願いします。しまなみロマンさんでこのシティサイクル契約してきました。ヘルメット本当は300円かかるんですけど、生口島宣伝してくれるんやったらサービスしますよと、優しすぎるっていう経験をさせていただきました。まだチェックインまで少し時間があります。その間に生口島の北側見てみようと思います。ちょうど真正面に光根大橋見えるんです。瀬戸田港から少し歩いたんですけれども、向こう側に光根島がしっかり見えているんです。今光根大橋くぐったところで、あ、面白いものがある。石風呂の跡、これがそうなんでしょうか。面白い。この島楽しいですよ。光根大橋も綺麗だな。そして向こう側に見える集落と海とのコントラストがとても綺麗です。オナプールさん、なんか雰囲気が良さそうです。営業してるみたいなんでコーヒー一杯いただいていこうと思います。自家焙煎っていうのが興味深いですね。これがメニューです。こちらがオーダーしたアイスコーヒー、一杯600円でした。すっきりした苦味が爽やかな後味を残していく一杯ですね。あちら、亀の首輪というんだそうです。なんでもちょっと怖い伝承があるらしくて、この看板によると昔瀬戸田の周りにたくさんの亀がいて、亀主という亀の総大将が毎年一人ずつ生贄を出せと言ってたそうなんです。それだと困ってしまうっていうのでお坊さんが退治して、最終的に亀の形をした地蔵になったらしいんですよね。では亀の首輪から離れて、向こうに見える光根大橋、いい景色が見られるらしいので、また散策を続けたいと思います。訂正をさせていただきます。先ほどご紹介した観光名所、亀の首地蔵でした。どうも大変失礼いたしました。ということなんですけど、どうやらこの先に光根大橋あります。ついに来ました。光根大橋でーす。ここから見える景色、すごく綺麗だって言ったんですけど、やっぱり綺麗だわ。旅館筒井さん、しまなみロマンさん、瀬戸田港も見えますし、さらに遠くに目を向けると多々良大橋一望できるんです。今後この四国縦断編、当面の間この方角に向かって突き進んでいくことになりますので、記憶していただければ嬉しいです。今回の旅行動画楽しんでいただけましたか？ちなみに本作で発生した経費はご覧のような結果となりました。
次回配信の四国縦断編第4話、生口島での一人旅最終章は、しまなみロマンさんのレンタサイクルで、島の西側を海岸線沿いに南へ向かうサイクリングがメインテーマです。最後までご視聴ありがとうございました。